マビック 700C ホイールホイールは自転車における車輪のこと。一般に車輪といえばタイヤまで含むことが多いが、普通自転車におけるホイールとはタイヤを含まないのが通例であるので、当ページもこれに従う。タイヤについては自転車用タイヤを参照。ハブハブは車輪の中央にある円筒状の部品。中心には車輪軸が通り、 数組のベアリングがこれを支えている。後輪ハブにはギアが取り付けられる。円筒の両端にフランジと呼ばれる襟がついており、フランジに並ぶ穴にスポークを通して引っ掛ける。スポークの組み方の種類。右、ラジアル組左、タンジェント組スポークの束スポークの長さについての説明図スポークは、ハブとリムをつなぐ、棒状部品。 一旦の鍵型に曲がった部分をハブフランジの穴に引っ掛け、もう一旦のネジが切ってある部分をニップルを介してリムに固定する。一般的なスポークの太さは端から端まで同じであるが、スポーク中央部の太さを細くした軽量型や、スポーク中央部を平たくした空気抵抗軽減型といった特殊なスポークがある。ニップルニップルは、 スポークをリムにつなぎ止めるための小さなナット。スポークレンチを使用してニップルを回転させることでスポークのテンションを調整する。普通ニップルはスポークのリム側にあるが、缶組ホイールの一部には重量を中心に移動させる目的でハブ側にある場合もある。素材は真鍮が多く、真鍮の3分の1ほどと軽量で着色ができるアルミニップルも普及している。 リムは、ホイールの外周にあるリング状の部品。内側に並ぶ穴にスポークを挿して固定し、外側にはタイヤを装着する。素材は、鉄やアルミが多く、炭素繊維強化プラスチック製や木製などもある。リムの形状は、以下の3種類に分類でき、これによって装着できるタイヤの種類が決まる。おちょこ量の説明図通常ホイールは、リムと、スポークが別体となっているが、 タイムトライアル競技では、スポークの空気抵抗を低減する目的で、ホイール全体が一体成形された特殊なものを使用する。特殊ホイールのほとんどは、高級なスポーツサイクル向けだが、90年代頃から、OG 系が自動用の小型自転車のほか、シティサイクル向けのフルサイズ26インチにも、プラスチック製、バトンホイールを供給していた。 金属製に比べ高度が低く、タイヤの付け外しの際にリムを損傷しないよう神経を使う等の欠点から一般化しなかったが、後年に至っても一部に人気があり、ネットオークション等で取引されていた。主なメーカーアイキャン。ありがとうございます。